こんにちは、まちろです。皆さん草津温泉って行ったことありますか？まあ有名だから一度はあるとは思うんですけど、私50過ぎて初めて行ったんです。まあ行ったって言ってももう3ヶ月ぐらい前になるんですけど、だからいろいろ思うことがあって、で本当はドライブがてら車で行く予定だったんですけど、なんと長野は雪予報。なんかずっと晴れてたのに、自分の行く日だけ天気が悪くて、まあ雨男じゃないはずなんですけど、でうちの車はスタッドレスじゃないので、急遽電車で行くことにしました。で久々に新幹線に乗るから新幹線の切符の買い方がわからなくて、緑の窓口の人に聞いて、そしたらなんならここで買いますよって言われたんですけど、自販機でね自力で買ってみたくて、まあやり方を聞いて、なんとか買いました。まあ電車は電車でいいなと思ってて、いつも遠出するときは車ばっかりだから、電車で行く一番の夢は駅弁を買って食べること。昔は仕事で毎日のように新幹線に乗ってて、駅弁も毎日のように食べてたんですけど、まあもう何十年もそんなことをしてないので、だから駅弁が楽しみで、で散々迷った挙句穴子弁当にしました。友達はねなんかお肉のやつみたいでしたけど、やっぱり電車の車内で食べるっていうこのシチュエーションもあって激うまだったな。で今回のルートは上野から軽井沢まで新幹線で行って、でそこから草津温泉。でも軽井沢に着いたら草津温泉行きの電車が見当たらないんですね。ヤホーの電車アプリで見たら軽井沢草津線に乗るみたいなことが書いてあるのに、で駅員さん何人かに聞いたんですけど、なんかよくわかんなくて、なんか国会の答弁みたいな感じでね、質問に対しての明確な答えが返ってこないっていうかね。だから困っちゃって、ダメ元で観光案内所のおばさんに聞いたら、電車ないよ昔はあったけどって言われて、でやっと軽井沢草津線の正体が分かって、これバスだったんですね。いや他にもいろいろ行くルートがあったんですけど、みんな途中からバスだったから、そのバスに乗るのがうざいからね、この軽井沢経由にしたのに、もうなんだよっていう感じだったんですけど、まあここで初めて草津温泉駅っていう、電車の駅がないことに気づいたのでした。まあそういう意外なことが起こるのがまた楽しくて、素直にバスに乗りました。で軽井沢っていうと大きなアウトレットがありますよね。そしたら友達がね、いつも家族で来るとアウトレットばっか行くんだよな、俺全然興味ないのにさ、軽井沢に来るたびにまたかって思っちゃってさ、とか言って、で俺もそうだよってすごい共感しちゃって、前にマチロ社長を連れて、千葉に家族旅行に来ましたっていうのをアップしたんですけど、そこでもね家族がアウトレットに来たいっていうから、まあ私は全然興味なくてね、マチロ社長と車の中で寝てたっていうこう映像を映したんですけど、でこのバスで良かったのは草津の歴史がビデオで流れたことで、私全然本当に何も知らない状態で行ったから、まあちょっとねその歴史みたいのを知れて、であと草津酔い投稿の歌が流れたりしてね、なんかそれ聞いてたら旅行に来たぞってねテンションが上がりましたね。で着きました、草津温泉のバスターミナル。もうバスのドアが開いた瞬間から硫黄のね温泉の独特な匂いが立ち込めてて、まあでも雨なんですよね、雨が降ってて寒くて。でここからローソンが見えたんですけど、なんか街に馴染んだデザインになってて、いいなと思って、で宿泊のチェックインまで時間があるから、まあ今日のプランを立てようってことで、今回はあえて何も事前に調べないで全くのノープランで来た旅行なんですね。いつも家族で行くとどこに寄るとかね、調べてプラン立ててって言われて、それがめんどくさくてね、個人的には適当にいい場所を見つけたらそこでぼんやりしたりするとかね。だから今回はノープランにして、そういう思いつきでね好きなところを好きなだけ時間を使ってみたくてね。はい、で湯畑、このバスターミナルからそんなに遠くないんですけどね、雨の湯畑です。ここに近づくにつれて硫黄の匂いもだんだん増してきて、もうほんと匂いがものすごいですね。で気温差で湯気もこうもうもうと立ってて、なんかすごいところに来たなって感動しました。湯畑って特に何があるっていうわけでもないんですけど、なんか見てるだけでもすごい幸せな気分でしたね。であちこちに足湯があるから、まあ、入ってみたいと思ったんですけど、まあ着いたばっかりで寒いからね、
今はちょっとやめとくかってことで、で寒いからとりあえず喫茶店、あやって読むのかな。でこの喫茶店のちょっと手前に釜飯のお店があって、ものすごい長蛇の列で、でなんでこんなに並んでんのかなと思ってたんですけど、まあこの間テレビでこの店映ってたから、まあよくこう宣伝されてるんでしょうね。でこの喫茶店に入って今日のプラン決め、ゴールデンキャメルっていうコーヒー飲んだんですけど、なんかほんのりキャラメルみたいな甘さがあって、あと苦味は適度で、すっごく美味しいコーヒーでした。でこの喫茶店ね、全席喫煙できるんですよね。だからタバコ嫌いな人にはおすすめできないんですけど、まあでも席に座りながらタバコ吸えるっていうのはなんか昭和を思い出しちゃって、すごくね懐かしくなりましたね。めちゃくちゃ落ち着く最高の空間でした。で喫茶店出たら晴れてきて、ちょっと一安心で、まああちこちに撮影スポットがあるんですけど、まあ一応こんなところから顔を出して、まあ、写真をね一応やっとかないとっていうことで撮っておきました。で湯畑って何でしょうね、何って感じで言ったんですけど、まあなんか説明がね書いてあって、なるほどなってその時は思ったんですけど、もう忘れちゃいました。で立てたプラン、プラン1、お昼を食べる。まあ長野に来たらそばでしょうってなんか勝手に思い込みがあって、お蕎麦屋さんに入りました。舞茸の天丼がついてるやつを頼んだんですけど、まあ結構ね外で並んでこのお店に入るのを待ってたから、やっと食べられてすごい胃が喜んでましたね。プラン2、西の河原露天風呂に行ってみる。あのものすごいでっかい露天風呂で、湯畑から歩いて、まあ、ちょうどいい距離ですかね。でここに行く途中が商店街になってて、なんか見てるだけでもねすごく楽しくて、でお猿さんの湯もみショーっていうのをよくテレビとかでもねやってますけど、それもこの通りにあって、まあちょっとだけ見えたんですけど、すごく可愛かったですね。で温泉まんじゅうを配ってるお店があって、4分の1カットぐらいのやつなんですけどね、無料で配ってるんですよ。でおじさんが往復するたびにくれるから、まあなんか気を使うからね1回しかねもらわなかったですけど。でこの商店街を抜けると西の河原公園っていうところに入って、まあ露天風呂に続く公園なんですけど、入り口付近に片岡鶴太郎美術館っていうのがあって、あこんなところにこんな美術館があるんだと思ってね、入ってないけど。でこの美術館の前に猫がいて、2匹いてね、体をくっつけ合って寝てて、それがすごく可愛くて、で進んでいくとそこら中に温泉が流れてて、ものすごい爽快。足湯もあちこちにあって、まあ歩いてたらちょっとあったかくなってきたので、ここで入ってみました。まあちょうどいいぬるさでね、ずっとここにいてもいいぐらいな気持ちよさでしたね。で露天風呂について、露天風呂にも入ったんですけど、もうめちゃくちゃ広くて、でこの山の景色を見ながら入る温泉ってもう最高で、開放感が半端ないんですよね。でずっと入ってると体が熱くなってきて、ちょっと出て、そうするとすごい寒くて、でまた入ってとか、そんなことを何回か、まあ、繰り返してました。でプラン3、この露天風呂をもっと先の方に行くと釣り堀があるから、まあぐんぐん登っていったんですけど、で着いたらですね、休みっていうか営業時間が終わってたのかな、まあよくわかんないけど。でこの釣り堀のそばに、国道か県道かわかんないんですけど大きな道があって、で天狗山第一駐車場っていうのがあったんですね。でここ見たらガラガラだったから、まあ今度車で草津に来たらここに車止めようと思って、草津のバスターミナル付近にも駐車場があるんですけど、そこすっごい混んでたから、まあちょっとこういう感じで離れたところがいいですよね。はい、ということでもうプランはね全て終了で、で来た道を戻り始めたら雪が降り始めて、まあやっぱり車で来なくて正解だったなと思って、まあ山だから天気が変わりやすいんですかね。でまたお土産屋さんをねあっちこっち入ってみてたんですけど、まあでも一番買いやすいなと思ったのは湯畑のところにある一ホテルの1階がお土産屋さんになってるんですけど、もう品揃えが豊富で、あちこちのお店に行かなくてもほとんどここで手に入る感じだから、まあここでたくさんお土産を買いました。泊まったのは湯畑近くの主湯旅館、
あの受付のおじさんに話聞いてみたら、かなり歴史のある旅館みたいで、いかにも温泉旅館っていう古めかしい雰囲気に癒されました。まあこの旅館は友達が予約してくれたんですけど、この辺では一番安いって言ってましたね。まあそれだけに、あのフロントにね、ドライヤーを使いたい方はフロントにお申し付けくださいみたいなことが書いてあって、えと思って、じゃあ今言っといた方がいいのかなと思ってフロントのおじさんに言ったら、多分部屋にあると思いますよって言われて、まあ行ったらあったからよかったんですけどね。でここの温泉は普通の温泉となんか一味違ってて、ピリッと刺激的っていうか、まあその分効能があるなってすごく感じて、あのなかなか治らない湿疹があったんですけど、この温泉に入ったら治った気がします。夕食は食堂で食べるっていうスタイルで、いろんな美味しいものがこう少しずつ持ってあるっていう感じで、まあ若い時はね、好きなものがたくさん持ってあるこう大盛り丼みたいなのがね良かったんですけど、まあもう今はこの年になるとこうちょびちょび美味しいものを食べるっていうのが良くて、まあそんなこと言いながらご飯をおかわりしまくって、おひつをね、2回ぐらい変えてもらったんですけどね。まあどれも美味しかったんですけど、一番美味しかったのはお魚かな、黒むつかな。まあお肉もね、この長野のいいやつなのかな、だから美味しかったんですけど、なんかお魚がねすごく美味しく感じました。あと湯葉もねこう出てきて、なんか苦手意識があったんですけど、久々に食べてみたらこれが美味しくてね、ハマっちゃいましたね。で夕食後、夜あの湯畑を見に行ったらライトアップされてて、ものすごい幻想的で綺麗でした。あの時々ライトの色が変わるんですね。でそれで表情もちょっと変わるっていうか。で西の河原公園もなんかライトアップされてるっていうから行ってみたんですけど、まあここはさらに幻想的でしたね。でもなんか寂しげだからちょっとだけ行ってもう戻ってきちゃったんですけど、まあここカップルで行ったら最高ですよ本当に。だから若い時に来たかったなとか思って。で宿の朝ごはん、まあシンプルな感じなんですけど、これもね全部美味しくて、またまたご飯を何杯もおかわりしちゃいました。でチェックアウトして、この旅館のすぐ脇に階段があるんですね。あの結構な段数があるんですけど、登り切ったところに神社があります。であの夜ライトアップされた五重塔が見えたんですけど、それがここにありました。で近くで見たらなんかオレンジのベタ塗りのおもちゃみたいに見えて、だからやっぱりこういうのは遠くから見た方がこう景色と馴染んでね、まあいい感じに見えるんだなって思って。で朝の湯畑はこんな感じで、まあ本当見る時間とか天候によって、雰囲気が変わりますよね。あの温泉って中高年が来るイメージがありますけど、なんか若い人がいっぱいいました。あと海外の人とかも。あの温泉街って場所によっては閑散としてて困ってるみたいなね話も聞きますけど、まあここはイメージ戦略とかがうまくいってるんでしょうね。あのテレビとかでもよく特集やってるし、そもそもあの私がここに来たいと思ったのはリハックス、ひろゆきさんとか成田さんが出てるやつね。この2人が草津温泉に来てて、それで行ってみたくなったっていうのもあるし、湯畑とバスターミナルの間の、ちょっと脇道に入っていくとまたちょっと違った雰囲気のところに出るんですけど、まあそこもね楽しかったですね。いやしかしあの家族じゃなくてね、友達と旅行するって楽しいですね。なんか修学旅行みたいで、まあ今回一緒に行った友達は高校時代からの気の知れた友達だから、お互いに全然気使わずに好きなこと言って好きなところに行って、まあ何をしても楽しくてね。あの昔仲良かった友達ってね、あの結婚とか転勤、あの海外にいるやつもいるんですけど、まあそんなのをきっかけにだんだん疎遠になってきて、もう年賀状だけのやり取りしかしてないとか。だからこういう会いたい時に会える友達がね、まあ一人でもいるのって幸せだなってね改めて旅行して思って、だからその友達にはすごい感謝だな。でまた同じ喫茶店でコーヒーを飲みながら、帰りはどうしようかなって話してて、まあ帰りは同じルートで帰るのはつまんないってことで、東京駅行きの高速バスに乗ることにしました。あの私高速バスって乗ったことないから、まあそれもねちょっと楽しみにしてたんですけど、そしたらね自然渋滞と自己渋滞が重なって、4時間で東京駅に着くところを6時間ぐらいかかって死にましたまあ友達は全然大丈夫だったって言ってましたけど、なんかね私は体が歪んでるせいか、長時間同じ姿勢で座ってるとお尻とか腰が痛くなるんですね。
まあもともと腰痛持ちっていうのがあるからかもしれないですけど、でまあ休憩も1回だけで、上里だったかな、忘れちゃったけど、だからもう高速バスは二度となんて思っちゃったんですけどね。まあバスによってもね、シートの質とかもね随分違うだろうから、まあまた違うのに乗ったら印象が違うかもしれないですけどね。で東京駅に着いたら急にお腹が空いてきちゃって、ラーメン横丁で豚骨ラーメンを食べました。もうこの時はね、ラーメンが美味しいとかいうよりも、あー風呂に入って寝たいっていう、そんな気分で、まあでも楽しかった。今度は京都に行きたいということで、草津温泉旅行記でした。では。